シーカさんをプロデュースしたい気持ちは変わらないですけど、こうやってステージに上がってお客さんに喜んでもらえるとすごく充実しているように思います。もちろんですよ、アンコールにもバッチリと答えてきますからね。い